皆様ご機嫌いかがでしょうか。嵐ファンのオカピでございます。このコンテンツは嵐の楽曲を音楽的になんちゃって考察することでより深く楽しもう、めでまくろうというものです。今回のテーマは嵐の落ちサビをめでまくりたいでございます。落ちサビっていいですよね。曲のクライマックスで落ちサビが来るともうぐっと来ちゃうんですけれども、今回はですね、嵐の曲の中で魅力的な落ちサビを取り上げて、めでまくりたいなと思います。なんですけれども、その前にですね、落ちサビって何という方もいらっしゃると思いますので、落ちサビとは何なのか、簡単に説明したいと思います。落ちサビ、その意味をこう簡潔に説明すればですね、伴奏の音量を落としてボーカルを目立たせたサビのことでございます。曲の終盤でですね、ボーカルにピンスポットが当たってる感じの、そんなサビが来ることがあるじゃないですか。もうあの部分でございます。他のサビと違ってですね、バックが少し静かになっているんですけれども、それはこう音量をただ落としているというわけではなくて、楽器の数、演奏している楽器の数を減らしたり、あとは鳴っている音数ね、音数を減らしたりして、ボーカルにスポットが当たるアレンジになっております。なのでこう歌声を存分に堪能できるのはもちろんですね、特別感もありますし、そこからラストに向かって盛り上がっていく感じもします。そんな部分でございます。ということでここからはですね、私の思う魅力的な落ちサビナンバーワンの嵐曲、そしてメンバーごとのおすすめ曲を取り上げて、めでまくっていきたいなと思います。まずは魅力的な落ちサビ、私的ナンバーワンの嵐曲なんですけれども、私が一番好きなのは Find the Answer で、ございます。2018年のシングル曲でございますね。これのラスサビの頭の部分で、ございます。ちょっとこの落ちサビをですね、エレクトーンで演奏してみたいと思います。歌はなしなんですけれども、きっとですね、心の中で嵐の歌声が聞こえてくると思いますので、聴いていただければなと思います。この部分です。もう最高じゃないですか。凛とした桶をバックに、大野さんと純くんの溶け合うようなハーモニーがもうめちゃくちゃ美しい。これ披露時には宇宙の中に2人だけみたいな演出のことも多くてですね、特にテレビ初披露だった VS 嵐でのパフォーマンスにも鼻血が出た覚えがあるんですけれども、そんな感じでですね、こう落ちサビってパフォーマンスでもメリハリのつく部分だよなと思います。またですね、大野さんのソロと純くんの下ハモが聴ける落ちサビではですね、花もね、素敵ですよね。はい、ということでここからはメンバー一人ずつ、おすすめの落ちサビを紹介していきたいなと思います。大野さんのおすすめはシーズン、2009年のシングルエブリシングのカップリング曲でございますね。このラスサビですね。ねえ、大野さんの艶やかなソロパート、大野さんがソロで歌う落ちサビってたくさんあると思うんですけれども、私はね、もうこの曲が一番好きでございます。なんならね、もうこのフレーズ聞くだけでね、泣けますね。で、この曲の他にも、夢にかけるだったり、あと戸惑いながら、Be with you などなどもね、大好きでございます。大野さんのね、美しい歌声を存分に堪能できますよね。
続きまして翔くん、翔くんのおすすめはドアーズ勇気の奇跡、2017年のシングルでございますね、このラッサビですね。この落ちサビですね、翔くんの歌声にしなやかな強さが感じられてですね、もう泣けるんですね、これ翔くんのソロで歌い始めるフレーズなんですけれども、最後の扉は開くさっていうところは全員で歌われていて、そんなところもですね、こう力強くて魅力的な構成になっている落ちサビなんじゃないかなと思います。この曲の他にもですね、青空ペダルの落ちサビも大好きです。こう作らず飾らないピュアな、翔くんの歌声に心つかまれちゃう感じなんですね。そしてこう 5x20 アニバーサリーコンサートでの会場大合唱もですね、感動的だった落ちサビでございます。続きまして相葉くん、相葉くんのおすすめは君の歌でございます。2018年のシングル曲でございますね、このラスサビですね。力強く、そしてたくましく歌う、そんな歌声が魅力的な落ちサビですよね。でこの落ちサビはですね、こう披露されるごとに磨きがかかっていったというのもですね、こう印象的だったなと思います。この曲の他にも Your Eyes ね、Your Eyes でこう純くんとハモる落ちサビも大好きでございます。感情的に強く歌う相葉くんのソロと、柔らかい歌声かつ強い意志を感じる純くんの下ハモ、そんなですね、この二人にしか出せないニュアンスが際立っていて、最高な落ちサビでございます。続きましてニノさん、ニノさんのおすすめはディアスノーでございます。2010年のシングルですね。静かに雪が降るようなバッグに乗せた儚くて切なげなニノさんの歌声、このね息の混ぜ具合もビブラートももうね魅力的すぎますよね。この曲の他にもですね、こうブレスレスね、ブレスレスのこう一瞬だけ存在する落ちサビもですね、スピード感があってもうとってもかっこいい。そしてカバーなんですけれども、アルバム〇〇と二宮と収録の君と僕のバンカ ー、このラスサビではバックなしの完全アカペラで歌われている落ちサビがありましてですね、その緊張感、こう強く歌われている他のフレーズとのコントラストもね美しいなと思っております。続きましてジュンくんですね。ジュンくんのおすすめはワンラブ、2008年のシングルでございますね。ね、これ長めの間奏の後バックがこうシーンとなったところでスポットライトが当たるかのようなソロパートになっていて、でこうジュンくんのですね、こう不器用なんだけれども誠実に歌われているような、そんなソロにキュンキュンしてしまいます。この曲の他にもですね、シリウスね、シリウスで聴くことのできるピュアすぎる歌声にもキュンときますし、そしてジュンくんにはですね、4人のソロにハモっている落ちサビがたくさんありますよね。こうバックが抑えられていることでハーモニーが際立つ、本当にジュンくんのですね見せ場だと思います。はい。それでは最後にですね、嵐5人で歌っている落ちサビのおすすめを紹介したいなと思います。
5人のリレーで歌う落ちサビが魅力的なトラブルメーカー、2010年のシングルでございますね。これラッサビ前に置かれた5人の掛け合いリレー、が抑えられているっていうだけではなくてですね、他のサビではこうスウィスウィとかドゥイドゥイって歌っている部分が山彦風のメロディーに変形していて面白いんですよね。でこの部分があるから続くラッサビでもう一段階気分が上がる感じもします。この曲の他にもですね、こうリレー形式で歌われているものでは素晴らしき世界もねグッときます。サクラップからの流れが最高だなと思っております。ということで今回は以上でございます。今回取り上げました曲を中心に落ちサビの魅力的な嵐曲を集めたプレイリストもSpotify の方で公開しております。そのリンクを動画概要欄に載せておりますので、ぜひぜひ堪能していただければなと思います。そしてコメント欄の方でもですね、この曲の落ちサビもいいよねという話ができましたら嬉しいなと思っております。またですね、この動画への高評価、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではオカピでした。